社員を大切にしてる会社かってことを書いたんです。大切にされたいんです。もう谷さん、最近の学生はほんまなってない。どうしたんですか。メール一本で辞めるって書いてくる。もうこの会社は僕に合わないんで、やっぱり辞めさせてもらいます。メール一本で辞めるは辞めてほしい。ここに関しては私社長たちに言ってます。人事のメンバーにも言ってます。違いますよと。その文化を作ったのはあなたたちですよと。大谷入り子の一言言いたい。本日は就職活動についてお話したいなと思います。これはね、学生さんたちはやっぱり望んでる会社に行きたいとかね、いい会社に働きたいあります。そして企業側、企業側でいい社員を取りたい、いい若い子に入ってほしい、いろいろあると思うんです。この辺の事情やギャップについてちょっと語ってみたいなと思います。よくやっぱり学生さんたちがね、質問されるのはどんな社員が欲しいですかっていうね、質問されます。その時にそうだなと思って、ダイヤモンドビッグ社の元社長が言われてました。新人はやっぱり企業の多くは素直な子が欲しい。新入社員の子は素直なね、これがまだまだ日本企業では素直で、なんか自分の会社の色に染まってくれそうな人を取りたいと思うのは人間の常なんだと、ね、でも中とは違うよとおっしゃってました。中とはやっぱり即戦力を求める。何ができて何ができて何ができて、もうすぐ働いてほしいっていうのを、例えば編集ができるとかね、構成ができるとかっていうのを求めるよっていう話をされてました。そして私たちはやっぱり結構中小企業の社長たちとたくさんお付き合いしてます。なかなか皆さん、いい社員が来ない、いい子が来ないんだよ、まだまだ言われてます。思う人あるでしょ、こんなに景気悪いって言われてるのにまだ来ないんですか、社員なかなか見つからないんですかって言われる人も多いんですけど、なんでか、それは学生の数も減ってるからなんです。少子化で学生の数も減ってるんで、やっぱりまだまだ学生さんたちの奪い合いもしてます。そんな中で私の知り合いの鳥取の会社、運送会社です。なかなかやっぱり運送会社に新入社員が入ってこなかった。でいろいろ社長はどうしたらええんやろとかって考えた中で、まあ、去年も一昨年も6人とか4人とか取ったんです。その社長は何をしたか、社長ブログを頑張って書いたんです。で社長ブログの中に書いた内容っていうのは何かっていうと、いかに自分の会社が和気あいあいとしてアットホームかっていうね、いかに社員を大切にしてる会社かってことを書いたんです。そうすると学生たちの評判結構よくって、 U ターンしてきたメンバーとかを採用できたっていうね。でこれは私分かってるんです。私50の時に大学に行きました。法政大学の大学に行ったんですけれども、その時に最初に入ったゼミが日本で一番大切にしたい会社を書かれた坂本浩二先生のゼミです。本当に社員を大切にする会社をいっぱい私たちは取材しました。やっぱり学生さんたち結構その本読んでます。なんでって、それは当たり前です。大切にされたいんです。大企業もいいけれども、地元で自分を大切にしてくれる会社があるんだったらそこに行きたい。まあ、例えばどんなことをやってるかね、家族の誕生日に休暇が取れるとか、それから何年か働いたらしっかり有給取って家族で旅行行けるとか、そんなのもあるし、逆にこういう研修で勉強もできるっていうのも一つです。ちょっと面白いのが、すっごい私も大好きな伊豆の旅館があります。すっごいもう本当にチェックインしたらもう目の前に海が広がる、すごい素敵な旅館です。旅館ってでもやはりね、社員のね離職率高いんです。やっぱりね、夜も働かなきゃいけなかったり、朝早かったり、仲居さんとか結構厳しい。でもそこはね、やめないんです。結構みんなね、10年とか13年とか働いてる
私たちもそこの、ね、旅館に取材に行ったりもするんですけど、働いてる女性のキーさん、まあ、確かにね、障害者雇用とかされてて、やっぱり皆さん大切にしてもらってるから会社辞めないんですねって言ったら、そこで働いてる中井さんが、いや、もちろんね、社員を大切にしてくれるって言ったんです。月に1回もう旅館を閉めてね、全員休みもらえるんです。だから気兼ねなくね、誰かが働いてると思ったら気使うけども気兼ねなく休める、そんなんあります。でもね、もう一つね、社長のテクニックがあるんです。え、それ何何教えて。実はね、そこすっごい高級旅館なんです。1人3万4万するようなね、誕生日に1枚だけ宿泊券をくれるらしい。ありがとうね。でもね、1枚宿泊券もらったらね、大谷さん、1枚だけやったら誰かにあげにくいじゃないですか。やっぱりね、お父さんとお母さん行かせようかなって普通思うじゃないですか。っていうと、もう1年頑張ろうと思うんです、ね、でもう1年頑張ったら2枚もらえて、私両親にプレゼントしたんです。お父さんお母さんがね、よかったわって、すごいよかったわって、あ、こんなに喜んでくれんねや。そしたらおばあちゃんとかが、私も行きたいわ。分かったと、おばあちゃんおじいちゃんのためにもう2年働こう。またおじいちゃんおばあちゃんにあげたら、いや、今度お父さんお母さんまた行きたいわ。そうやって気がついたら10年ですね。うまいな。この1枚だけくれるって、2枚くれるん違うんかいって突っ込んでたんですけれども、皆さんいろんな工夫されてます。人が続くにはね、どうしたらいいかっていうね。そして一方ではね、今度は就活中のメンバーね、最近ね、リモート面接で、リモート面接で今度採用する人はどこ見てるか、ちゃんとやっぱり人の目を見て話せる子かどうかっていうのは結構見てるよと人事の方は言ってました。この間面白い記事を見たんです。学生さんがツイッターかなんかでね、書いてたんですけれども、下半身パンツ一丁で上だけスーツ着てリモート面接を受けたそうです。そしたら最後に人事の方が、はい、立ってくださいって言われて激甚しました。皆さん気を抜かないようにね、最後に全身立ってくださいって言われることもある。そしてもう一つはね、一方で中小企業の社長たちがね、まあ中小企業だけじゃないです、大企業のね、同じ人事の方も言ってましたけど、もう谷さん、最近の学生はほんまなってない、どうしたんですか。メール一本で辞めるって書いてくると、もうこの会社は僕に合わないんで、やっぱり辞めさせてもらいます。メール一本で辞めるは辞めてほしい。ここに関しては私、社長たちに言ってます。人事のメンバーにも言ってます。違いますよと、その文化を作ったのはあなたたちですよと、私は学生たち見てきてるね。学生たちね、一生懸命書いたエントリーシートね、メール一本で落とされてるんですよ。だから彼らはメール一本で辞めることが悪いことだと思ってないんです。だからそれが嫌やったら、ちゃんと新入社員研修で言ってくださいね。彼らが辞めないって思ってるからダメなんですと。君たちが万が一この会社ね、君たちを歓迎してるし一緒に働きたいけれども、辞めたいと思う時があるかもしれん、転職したいと思うかもしれん、その時にはメール一本で辞めることだけはやめてくれとね。保険証持ってちゃんと返しに来てくれなあかんねんっていうことをちゃんと言わないとダメですよっていうアドバイスしてます。まあ、最近ではね、まあ、企業の方もいろんなトライアルしております。インスタ広告出したりね、 TikTok でね、社長が踊って求人しているところなんかもあったりします。でもやっぱり私は皆さんに言いたい、会社と人も恋愛と一緒です。相性ってあります。だからどこに入ったかとか、どこに就職したかとか、どんな仕事に就いたかが大事じゃなくって、やっぱり就職した以上、そこで何ができるか、そこで何が学べるか、ぜひ考えてチャレンジしていただきたいなと思うし、逆に企業や社長たちはやっぱり本当に夢と希望を持ってその会社に来てます。その子たちをどうやったら活かせるか、どうやったら成長させれるかっていうのを、私たちはコミュニケーションっていうのを通して、両方がいい関係でいい成長ができたらいいなと思って
お手伝いさせていただきたいなと思っております。ご意見等がある方は国民うさぎまで長い耳で皆さんの声を聞かせていただきます。